はい、ラジオ豆彦のお時間です。はい、ラジオ豆彦のお時間になりました。豆彦の石田です。はい、いかがです。何の話しようかな、うん、あ、そうそうそう、 あの話をしなくて、ゲーテ先生のお芝居の話をしなくて、あのこの間ゲーテ先生 の、あの恒例の音楽会、音楽会でいいんだよね、このシリーズは。音楽会今回は、ゲーテ先生闘牛士になる、もうもう終わって久しいですけど、終わって久しいけど、なんだこれ開幕版でも来てたけど、お客さん少なかった、少なかった。あのね、お前が来たのって言ってたか、俺は土曜日の夜の会、土曜日の夜の会か、そう土曜日の夜の会は本当に、あの期待に残る、そうものすごいこう神回だね。もう本当神回だったよね。だからなんかまあお芝居もね、なんか5回とかやると各回に色があって、それぞれの雰囲気になるのは分かるんだけど、いや本当今回もね、まあ毎度といえば毎度だけど、まあでも今回ほど5回全部全く違う回も、もうね薬ともしない2時間っていうこんなことある、この本でっていうような回もあったのよ、らしいね。でもなんかあとで聞いた日曜日も盛り上がったって聞いた。いや日曜日の夜も、千秋楽、千秋楽、お前の土曜の夜の回よりも、もうこうちょっと熟成した すごい神回だったけど、でもその土曜のね、回と日曜の回の間に日曜の昼回って あったの、これがね、実質お客さん9人。ああそうだそうだ、少なかった時なんだよね、うちのスタッフが混じって見て14人っていう、あのブビンガのテーブルにみんな囲めちゃったっていう、なるほどね、回があったのよ。まあこれもね、あの期待に残るあの回だったよ。あのね、まあ要はさ、まあ9人そのまあ日曜の昼、ゲーテ先生をそもそも昼やるっていうのは今回まあ珍しいって。ああそうかそうか、全部夜だけしかやらないから。で昼やって、やっぱり日曜の昼、あの日都知事選だったんだよ。ああそうそうそう、でそうだね、誰も来なくて、で急遽まあそれだったらわしも行ってもいいっていうおじいちゃんが来たのよ。おおはいはいはい、安川のじいちゃんっていう、安川のじいちゃんっていうのがいるんだ、安川のじいちゃんっていうおじいちゃんがいるわけ。このお客さんなんだけど、これどのぐらいなのかな、年は分かんないけど、あの花咲じいさんみたいな人がいるのよでこの人はさ、このブビンガのテーブルに一人異色で座ったわけよ、はいはい、で俺始まってパッて行ったらさ、なんかじいさんがいて、あれ安川さんだと思って、安川さんのいる会これもきついなと思ったわけよきついの、いやだって、なんていうの、世代間格差が甚だしいから、あ、はいはいはい、こっちに21人の子が座ってて、向こうにその花坂じいさん座ってるわけじゃん、だ一寸法師と花坂じいさんが同席してる会なわけよあ、なんか au の CM みたいになってる。それも十何人しかいないところで、それでどうしようかなと思ってたっけよ、でね、カルメンのさ、最初のね、序曲、タンタカタカタカタンタカタカっていうやつを、ゲーテ先生が指揮するっていうとこあったじゃん、であそこの時にさ、もうこれしかいないから盛り上がりようもないし、どうしようかなと思って、ゲーテ先生がね、その場面で、登場するわけよ、そしたらね、これ正原のアドリブでね、あのシンバルはね、あなたやってくださいって言って安川のじいさんを指名したわけ。へえ。ね、安川さん。はい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 、で安川さんはさ、もうとにかくよく分かってないわけね、これからな、どんなことが起きるか。で俺はさ、これ無茶ぶりかもしれないし、どうしよっかなと思ってたわけよ。ほんでさ、ダンタカタカタって始まるじゃん。であれってシンバルがすごいなるよね。ダンタカタカタカタンジャンジャンっていうのがあるんだよね。でそこをこう安川さんにディレクションね、
したわけ。あなたはこのジャンジャンやる係ですと。 そしたらね、うん、安川さんをみんなが注目することになったわけよね、十、うん、何人が、うん、で、まあ、安川さん美味しいことに一つもシンバル当たらない、うん、あの分かりやすいシンバルをジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャンジャンなのに、うん、ジャンジャカジャカジャカジャンジャンジャンえジャン やっちゃうわけよ。それでドッと受けたわけ。なるほど。会場がね。はい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 、はい、でジャンジャカジャカってまたジャンジャカジャンジャカジャンジャンのところが、うん、ジャンって言ってえジャンって、うん、とにかく2拍ぐらいずれてる。曲を知ってるんだろうね多分、うん、でずれてるうちに、うん、何を思ったかね、シンバルが手拍子になっちゃった。そんなにシンバル鳴ってないからね。はいはいはい、はい、こうなんかもうずれてるから、うんうん、もう数打ち当たると思ったんじゃない。あーなるほど。とにかく手挙げてパチパチ始めた。パチパチ始めたわけ。全然リズムとずれてて、うん、ほんでみんながそれを見てまた、うん、あのほら昔さあのパンダがさシンバル叩くおもちゃあった、うん、あったあったあった、あれゼンマイのね。とにかくその猿とかかな、猿とかパンダとかそういうのがこうシンバルをただただただ鳴らしてる光景で、誰も先生を見ない。あれは先生が面白いんだけどね。そう、先生がを見るというよりはその安川さんのそのなんかこう危機としてね、うん、シンバルを叩いてる様。安川さんも楽しそうなんだ。いやなんかとにかく先生がさ、うん、もっともっとって言うもんだから、うんうん、なんか頑張ったんじゃない、楽しかったのかは知らないけど、うん、頑張ってとにかく叩いくわけ、うんうん、そうするともうみんながさ、あのこのおじい様がこんなに頑張ってらっしゃるっていう、うん、なんか別な回のなんか方向になったわけよ。途中から、うん、で途中あれってあのほらあのピアニッシモになってテレッテッテッテラレレッテ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 テレレッテってなるじゃん、テレレン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 テレレレレッテテレレレレッテでデュルルルチャッチャンチャカチャッての始まるでしょ。そのうちにね安川さんね少し覚えてきたわけよ。おおはいはいはい。でね、それでもずれてるわ。惜しくなってきた。ほいでみんな惜しいとかって言ってるわけよ。でじゃんちゃかじゃんちゃかじゃんってやって、うん、で最後にじゃらららじゃんじゃんっていうところの、うんはい、そのじゃらららじゃんっていうとこだけが初めてあった最後の一発だ。最後の一発じゃんじゃーんじゃらららじゃんってそしたらその安川さんにスタンディングオペあっていう回になって、うん、その瞬間からもう空気が変わっちゃったから、もうその後何やっても面白くなるね。何やっても面白いってな。それはまあでもまあ元をたどればその安川さんをシンバルに指名したゲーテ先生がファインプレーだけど、うん、そうなのそうなの。でもやっぱり、うん、ああいうお芝居って生き物だね。お芝居は生き物って言うけどさ、うん、その生き物度合いがさこのゲーテ先生ってちょっと半端なくない？いやそう、30名しか入れないところに、うん、なんていうの、いいも悪いもその一体感が半端ないから、うん、ね。だから一人でもつまらなそうな顔してる人が混じると、うん、もう全体的になんか つまらないっていうか、うん、なんかこうなんとも言えない空気が漂うよね。なんか何やってんの感がこっちに伝わるっていうか、僕が見た回はもう本当に神回だったから、うんうん、もう全員汗びっしょりでずっと大爆笑してた回だったからさ、うん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 、でもあの時もやっぱ僕は見てて思ったのは、あのゲーテ先生とよっちゃんが、うんうん、すごいね舞台の上からね、うん、こっちの空気を感じ取ってるのが分かるわけ、うん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 、でそれに対してね、うん、ちょいちょい、うん、もうよっちゃんが演じるキャラってのが大体もうその場でその場でもうすごいいろんななんかパンチを繰り出してくるんだけど、うんうん、今回ヨフロね、ヨフロね、ゲーテ先生がね結構ねこっちのね、うん、あの空気を読みながらちょいちょいジャブを置いてくるんだよね、うんうんうん、置きパンチみたいな感じでね、うん、なんか去り際にボソッとなんか言ってみたりとかね、うんうん、そうやってなんかだんだん空気を作ってったんだね、うんうん、だからね、それは松原は今回、うん、今回ゲーテ先生が、うん、芝居の部分が多いんだよね。ああそうだね、うん、いつもより、うん、だからちょいちょいなんかこう戸惑いながらもいろいろやって、松原は松原で今回覚えたっぽいね、いろいろ。ああまたちょっと新しいことがあったんだね、新しいことが、うんうん、だからねやっぱりああいうお芝居をやると、うん、
なんだから正原は必ずね、うん、ゲート先生が終わると、うん、なんか意味もなく豆彦のあたりうろちょろして、うん、要はそのゲーテロスがあるわけよ。あ、はい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 、なんかそのなんていうのがすごいやっぱりエネルギー使うわけ、うん、ゲート先生やるのって、まあ、それ見ててわかるけどね、うん、でそれがいつもほら1000人とか入る会場で正原、うんうんね、の場合2ヶ月も稽古して、うんうん、あのオペラをやって、うん、ルノとは全く全然違うまあ稽古自体も1週間とか2週間もないような中でやって、うんうん、ほとんどがもうその場で台本が変わっていくっていうやつをやるわけじゃない。そうだね、うん、そうするとそれでね、つまりこれで良かったっていうことが分かんない、ないわけね。あ、多分普段は使わない右脳とかがフル回転してると思うよね、ゲート先生の時は。でお客さんがいや良かったですっていう顔か、うん、それだけが特に正原って繊細な人だから、うん、人の顔色ってものをものすごく気にするんだよね。ああそうなんだ、ああ見えて、ああ見えて、うん、でだからそれそのなんかいや良かったですって言いながらも、うん、なんかそのそれは口で物言ってるなっていうことになると落ち込むわけよ、うん、ああだからね本当にあの時は土曜の、うん、はい、金曜か土曜か土曜の昼か、あーなんか、うん、その真逆の回だったんだよね。土曜の夜の回の前、うん、出演してたあのピアノの子がなんかあまりの反応の薄さに泣いちゃったっていう、そう一幕が終わった後に、うん、主演のメイと、うん、あのピアノのさっちゃんが泣きながら戻ってきて、こんな切ないことは初めてですって言いながらおいおいと抱き合って泣いてたっていう、あのぐらいなんかこう帰ってこないいやことがあって、少なくともこっちに帰ってこないあれっていう、あの退屈なんですけどみたいな感じがこっちに伝わってくる中に空回りがあって、で俺はいやこれなんとかなるからって言う、一応座長だからね、うん、言いますけど、うん、まあねと思った後の夜の回だから、うん、あこれはもう最初の君たちのちょっとした反応だけで、うんうん、もうさっちゃんとあれはえここでちゃんと反応あるのみたいな、え台本通り反応が起きてるっていうことで、うん、そっから乗ってったんだね。なんだろうね、まあ空気が違ったのかお客さん の、うん、の、まあ、質というかまあが違うのか、まあ、昼じゃなくて夜だったかっていうのがあるかもしれないけど、うんうんうん、僕はもうねもうのっけから面白いわけ、うんうん、脇から入ってくるあたりから、うんうん、なんか、うん、ゲーテ先生がなんか聞き慣れない単語をなんか、うん、叫びながら入ってくるあたりから、うんうんうん、もういきなり面白くって、うん、でもうそっからもあの時の空気はもうずっとそのままって感じだったけどね。だからそういうのって本当にあるじゃない、うん、だから難しいよね、うん、お客さんの反応がそのままダイレクトに全員の反応ではないってことは分かってるけど、うん、やっぱり演じ手側も人間だから、うん、そのやっぱりその時の体調っていうかいろんなものの空気のバイブレーションでいい悪いがある、うん、でもその組み合わせもね、うん、金曜の夜やって、うん、金曜の夜は金曜の夜で良かったんですよ、うん、うん、で土曜の昼でおーってなって、うん、土曜の夜で神会があって、うん、で日曜の昼はその安川さんで盛り上がって、日曜の夜はその全ての集大成でまた盛り上がったから、うん、だから本当に終わり良ければ全てよして、あそうだ、ね、あこの千秋楽のこの会を作るためにこの試練があったんだっていうことが、うん、特に若い2人、あはいはいはい、には、うん、その泣いちゃった2人ね、そう、うん、共に25アンダー25なんだけど、あーそっか、あのさっちゃんのピアノもすごいんだけどね、なんか大学4年間と、うん、この3日間は同じぐらい密度が密度でしたって、あの2人はもうなんか何かを見たね。あだからそうなるとさ、うん、俺とか正原とかって、うんそのなんていうの、老婆心っていうんじゃないけど、うん、なんか若い子たちが成長したからいいかっていうふうにも思うんだよね。なるほどね、やっぱりこれが全部の会議に乗ってたら、うん、この子たちはなんていうんだろう、成長を実感しにくい。あ確かにそうかも、うんうん、
簡単だと思っちゃうかもしれないね。そうで、メウなんかその初日の金曜日にわざわざそのお母さんがね沖縄から見に来て、あーそうなんだ、妹と、はいはいはい、それでいやこんなことやってるなんてよかったわねみたいなことがあったわけよ。それでね特にメイは初日の稽古の時に、うんうん、俺がコテンパンにいじめたわけ。ああ、それ前にこのラジオで喋ってたけどね。でそれがあって、うん、なんかへえみたいな感じでその初日のそのね、うん、お母さんたちが見に来てるところで、うん、一応自分なりの空位置が向けたわけ。あ、はいはいはい、それでああなんか母もすごい良かった、うん、あなたのあんな笑顔初めて見たって言ってましたみたいな、うん、あそうかそうかと、うん、で自信をつけた直後のその翌日の昼だから、うん、マジかみたいな、私は何も脱げてなかったんだっていう、脱げたと思ったのに、そう、らっきょう状態剥いても剥いてもまだ殻がある、皮がある、剥いたと思って新品だと思ってったら、うん、全然みたいな、これでもうなんていうんだろう、多分彼女の中に、うん、やっぱり鎧をまとうか、あ、はいはい、いやもっと脱ぐか、あ、なるほどね、ここの二択がね、うんうん、きっと彼女の中にあったんだよね、うんうん、それでまあもう俺はその時はどっち言わなかったから、うんうん、もうこの子どうするかなと思って見てたの、うんうん、なんかガーンってなってたから、うん、この夜の会、うん、もうどうなるかなって、まあ、でこっちはさ、うん、土曜の夜は予約してる人たちのメンツ見ても、うん、まあこれは全然今までとは違う、少なくとも昼とは違うっていうふうには思ってたから、はいはいはい、こっちはいいなと思ってたけど、うん、それでもメイウが一人で空元に戻っちゃったら、この回も案外ポシャるかもなと思ってたわけよ、うん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 、そしたらなんかやっぱり彼女の中にその、うん、昼の回と夜の回との間に、うん、いやもうこうなったら行くっきゃないっしょっていうのがあったんだね、うん、それで夜はその回でさ、こう出て、俺が最初に出てくるんだけど、うんうんうん、その後出てきたのを見ると、うん、なんかあーって、だからあの土曜の夜もないっすよ、あー神回な、はい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 、こんなことってこんなことってこんなことってってね、20回ぐらいこんなことってあるんですね、あいや、だからその時にもうとにかくね、俺が一番最初に稽古の時に、うん、もう台本なんかどっちでもいいんだよって、うん、台本もう何で最初にあれだったかって、うん、ハバネラを歌うシーンが、はい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 、でお前さっつって、うん、台本渡してもうそのまま翌日だったかな、うん、まあ当日だったか忘れちゃったけど、うん、このハバネラ歌ってみって、あ、はいはいはい、うん、そしたらえ、ん、なん、え、なんとかとかんとかっつって、うん、え、ちょっと音がどうなんだろうとかっつって、うん、でマサハラは、うん、一見いいやつだから、うん、一見、うん、内、内側はちょっと意地悪なとこあるんだけど、そういやいや、良すぎてね、外に対して、うん、はいはい、すごく親切に、うん、これはこういう風にして歌うんだよとか、うん、あ、もっと声を出してみようねとか言ってたわけ、うん、はいはい、でも俺はもうそういう問題じゃないっつーか、うん、もうこいつのこの性根の悪さだと思って、そのメウの、うん、でお前もうそんなんだったらやらなくていいよっつって、うん、いやでもいやそういうこと言ってんじゃなくてとか、ごっちゃらごっちゃら言うんだよなああいう子って、うん、そのごっちゃら時間がね2時間ぐらい、あ、じゃあやめればっていう、うん、えでもそんな別に別に泣いてるけど悲しいわけじゃないしみたいなあの女の子のさ、泣いてんだけど別に悲しいわけじゃないしっていう、なんてとも言えないね、不毛だねあるわけよ、うん、なんだろうこの涙みたいな、うんうんうん、ね、それでそれを慰めるそのもう一人の別の女が、うん、それは心の汗よみたいなことを言うっていう、そうね、鬱陶しさ、うん、で俺はもうそんな女の子のそういうのはさ、うん、もうへきへきしてるから、はいはいはい、あ、そのもういいから泣いてないで早く歌えよって言ってたものがさ、うん、やっぱりそのいざああいう風に出てみると、うん、やっぱりこれはその取り繕ってなんとかなるもんじゃないって分かるわけよね。まさにさ、それと同じシーンがあったじゃない。うん、あった。ああこれかと思った、うん。俺このラジオでその話聞いてたからさ。うん、でさ、そう突き抜けてたっていう、うん、踊り、うんうん、足をあらわにした踊り、うんうんうん、
あれすごくて、うん、あのさっきまでのメウがもうどっか行っちゃったみたいな、うんうん、もう完全に、うん、あの、うん、オペラのヒロインになりきってる、うんうんうん、でそれも後で聞いたら、うん、アドリブだったっていうじゃないよね。そう、あれはね、あれはっていうより、うん、つまりあれ本当はね、最後のハバネラを歌うどこ、うん、あれゲーテ先生が歌うはずだった。あ、はい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 、ところが、うん、そのやっぱり稽古台本最初に書いて、うん、まあ稽古っていうか、まあこんなやってるうちに、うん、なんかメウが変わったんだよね。あ、はいはい、その最初のそのあのらっきょうの皮が剥けた時があって、あ、でその時に本俺ガラッと書き換えたの。あ、なるほど、うんうん、いつものように。それでえってなってて、うん、でまたやってくうちに、つまりどんどんゲーテ先生のウエイトを減らしたわけ。うん、はいはいはい、俺はゲーテ先生に、うん、これメウじゃ持たないから、あ、うん、お前が最後やっぱり歌わなかったら、うん、あの子で終わるっていうのは、うん、そのお客に対しても失礼じゃないのって、うん、歌がうまいわけじゃないし、うん、でそう書いてたわけよ、うん、ところが一つの成長物語みたいに、おこの子の中にその皮が剥けてる感じがあるから、うん、あ、これはもうこのままこの話の中で、うん、見せちゃった方が、あ、でそお客は共感するかもしれないと、うん、一つの賭けだよ ね、うん、そうだね、そこだけドキュメンタリーみたいにやるわけだから、うん、でこれがその、だから俺の最後のセリフとかも、うん、やれこの世は仮面がかぶるぞとかっていう、はいはいはい、ああいう趣旨も全部そのメウのことでセリフ変えちゃったの。あー、なるほど、うんうんうん、それでだから最後はハバネラを、一幕の最後はハバネラを彼女がババンと歌って終わるっていう、うん、ことになったんだけど、うん台本上ではさ、うん、俺そのなんか言うしか書いてないからメウのメウに対してなんか言うね、うん、ね、うん、でメウ驚いてなんかやるって、うん、なんか書いてないから本番に丸投げだね。 それでなんとなくもうちょっとね、ハバネラはボインで、うんうん、セクシーな体じゃないとダメなのよ、あー、言ってたね、っていう風に、うん、言ってて、うん、彼女なりにこういろいろセクシーなアピールやってた、うんうん、でもね、 ある時の回に、うん、あ、いやだからお前の回はあれだから多分金曜の初めの回かなんかに、それつまんないからもうやめようと思った、うん、散々稽古でやってるけど、うん、ちょっと下ネタチックだし、あ、うん、と思って、うん、でやればやれるほどそうなっちゃうから、うん、なんか予定調和だから、うんうん、おい本番であなたはね足が綺麗だから足にしなさいって言ったの。そしたらさ、向こうはさ、あのボインってやればいいと思ってるから、えってなったっけ。それまでこうなんか寄せてあげることみたいなの考えてた、ね、そうみたいなことやったら、え、足って、うん、うん、あなただっておっぱいないものはないんだからあるもので勝負しなきゃ、あなた足が綺麗よ、足でやりなさい、うん、って言って、今度こっちがホセがさ、うん、汗だらけだからホセ汗足っていう形でやりなさいって言ったら、うん、えってなって、うん、その時にいろいろあの子はね、うん、足を使って、はいはいはい、やったっていうのが受けて、うん、それであの会話そういう風になった、ね、あれはそのヨフロが、うん、ヨフロがまさに同じことしたんでね、うん、あなた足でやりなさいっつって、うんうん、で本当にあの子足綺麗だからさ、綺麗綺麗、でもすっごいなんか突き抜けた踊りをしててね、だからね、ああいうのもなんていうのかな、まあ松原なんかは本当にびっくりしてるよねいつも。あ、っていうのはその特に松原なんかはさ、うん、当たり前だオペラ歌手だから ね、そのまあプロだからね、あっちは。いやプロっていうかオペラ歌手って、うん、いかに古典に忠実かってところがとっても大事なわけよ、うんうん、もちろん解釈とか多少のあれはあったりしても、うんうん、まあここははしょってもいいってことはないし、うんうん、いかにねその同じ音、うんうん、だからショパンをどう弾き比べるかってことと同じような形の芝居だから、うんうんうん、そうだね、に比べればさ、うん、何が正しいなんてないわけじゃん、うんうん、いきなり足って言われて、うん、足が受けたから足にしましたっていうことってオペラでは絶対ないことじゃん。まさに今回のお芝居がヨフロの立場がいかに古典をぶっ壊すかっていう、ね、そうそうそう、演出家のお話だったからね、うん、だからこういうことって本当にまあびっくりするっていうかね、松原さんからしてみたんだね。そう、うん、でもまあなんていうの、
いいとか悪いっていうより違うから全く、うん、その一発芸だから確かにね、うん、だから一発芸だから、うん、その良くないっていう解釈もあるわけ。あ、はいはい、こんなね、うん、古典っていうのはやっぱりこう洗練されてね、うん、単調に見えるけどそこには何百年の歴史を超えてきた何かがあるんだっていう自負もあるから、うんうん、それをやりきって、うん、同じことを多分それこそオペラでもずっとやり続ける中に、うん、お客の反応での違いっていうのと、うんうん、ボバンって台本まで変えちゃうっていうことの違いって本当に全く使ってる筋肉っていうか脳みそが違う。だよね。うん、じゃあその会場の空気とかを敏感に察知しながら、うん、そこでなんか自分もやることを変えていくっていうのは、うん、だから本当になんか普段やってることが全然違う脳みそを使ってるよね、うんうん、多分。だからあれだよね、昔ジョージが、うん、ジョージっていうのはあのソラ君をやったね。あ、はいはいはい、サックスの、うん、まあ、プロのサックス奏者だけど、うんうん、やっぱり同じサックスをやるんでも、うん最初からクラシックを学んだ人がジャズを弾くと、うん、どうしてもなんちゃってジャズになるって、はい、クラシックの素養でジャズやるから、うんうんうん、でも例えば本場のニューヨークとか、うん、ああいうところで黒人で、うんうん、楽譜読めないんすみたいな、はいはいはい、人がやるサックスっていうのは本当に歌うようだ、うん、あ、だからそういう人たちとやっぱり聞き比べちゃうと、うん、自分たちのあくまでその型にはまってる、うんうん、だから俺の場合はほら全部その場で台本も覚えてもないし、うん、アドリブだから、うん、完全なジャズだけど、あ、そうだ、ね、増原とか、まあ、メウとかは、うん、どっかかは台本で、うん、どっかかはアドリブだから、まあ、2人ともちゃんと下積みがあるからねあるから、うん、でもジョージは今回見終わった後に、うん、このゲーテ先生のどこがセリフでどこがアドリブかって分かるようになりましたって言ってた。ああ、そう、ちょうど俺がいた回に彼聞いてたけどねそう、だからどっかがアドリブでここは楽譜通りなんだな、うん、へえ。ここはアドリブなんだなっていうことの差がもう分かるようになってきました、うん、全然分かんない、もう全部アドリブに覚えてくるもん。いや、やっぱりだからそれはさ音楽的な素養の耳で聞くと声の張りが違うんだろうね。なるほどね。セリフのところは自信があるからさ、あ、はいはいはい、ね、こう安定してこう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 って言えるけど、うんうん、アドリブになるとね、うん、なんか、うん、え、なんとかってだからね、確かね、メウの回で、うん、なんかの時だったの忘れちゃったけど、あ、アドリブっていうか、うん、とにかく臨機応変に対応しなきゃダメなんだ、全部一つずつ咀嚼してやらなきゃいけないんだっていう回があって、うんうん、はいはい、彼女が思ってね、うん、私の今まで考えてたことは間違ってたから、うん、井川さんが言う通り全部咀嚼して自分の言葉で言おうとしたのがあったっけ、うん、そしたら今度それはそれでものすごいたるいわけよいちいち考えてるから、うん、はいはい、ああ、そうかそうかそうか、うん、あ、そっかってですよねみたいな、うん、そしたらその間ってたるいわけよ、うん、だからやっぱりそれはさ、あーって言いながらも、うん、いざ何か言う時には、うん、やっぱお芝居だから一気呵成にブワーって言わないと、うん、そうね、口上を述べる時はさ、うん、やっぱり縦板に水でブワーって言わないといけないわけ、うん、だそれが全部できたのが千秋楽だった、ね、あー、なるほど第2部の頭とかにさ前説みたいなのをメウちゃんがやるじゃない、うんうんうん、でその時に、いきなり素のメウちゃんが俺たちに話しかけてくるんだけど、うんうん、でもあの舞台の面白いところはさ、うんうん、俺たち観客は、うん、メウちゃんが連れてきた留学生仲間なんだっていう設定じゃない、うん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 、設定俺たちに投げられて、だからなんかね、俺たち、うん、まあ、俺から見ると、うん、前説をやってるのだろうけど、うん、でもその留学生仲間の僕らに話しかけてるような感じがしてね、うんうん、そこのなんかマッチしてるところがなんかね、うん、すごい面白かったんだよね、うんうんうん、だから多分これ全部アドリブだって考えるとぎこちないんだけど、うん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 、でもそれそういうのもなんか演出っていう感じがしたよ、うんうんうん、そうね、だからね、本当にこのゲーテ先生を繰り返しやってる中で、うん、ゲーテ先生ってものがなんとなくそういうものね、はいって言って楽しめる人と、うん、ちょっとこれって一体何なんでしょうかっていう人とのその温度差っていうかね、そのタイムラグっていうか、これが出てきててね、それはそれでまたエキサイティングだね。
でも僕はこのシリーズを毎回欠かさず見てるうちにね、うん、ちょっとなんか気持ちが変わってきましたよ。ゲーテ先生に会いに行くっていう感じがね、うん、あ出てきた、ちょっと出てきたね。あ、うん、それはもう子供がドラえもんに会いたくなった一緒だね